はい、おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日もね、天気あまり良くないけど、とりあえず朝ごはん食べに行きたいと思います。今日はね、特に予定が何も決まってないので、どうすっかな。とりあえずね、なんだったかな、ベンサム市場だったかな、そのところに行ってみたいと思います。はい、朝食のレストランのとこまでやってきましたが、外の景色はね、めっちゃいいね。部屋から見たら曇ってたんだけど、ここから見ると青空見えるね。今日も暑いな。とりあえず朝ごはん食べて元気出そう。こちらで、ここはこっちがね、レストランの入り口なんだけど、ここでフォー作ってて、向こうで、なんだっけ、オムレツ、この2つだけはね、その外で作ってくれますね。昨日も同じでした。今朝の朝食はちょっと昨日とはメニュー変わってるね。で、あとオムレツと味噌汁いただきます。今朝の朝食の締めはノーパクチーのをいただきます。今ね、食事終わって、今日はね、特に予定がないので、この後まだ、ビンサム市場っていうところのね、買い物に行くことしか決まってないんで、ちょっと部屋でゆっくりしてる時間で、会社のね、仕事、日本の分、仕事の分を今ここのデスクでやってたんですけど、このエアロ使ってね。で、このね、部屋のね、Wi-Fi、ホテルの Wi-Fi って言ったらいいのかな。この部屋に、このフロアにつながる Wi-Fi っていうのがあって、それだとね、結構このスマホで時間、スマホいじってね、時間潰ししてたりすると、結構遅くてストレスになってるんですよ。で、PC の方でね、今この有線 LAN を使って接続してね、空いた時間に YouTube とか、ひょっとしてこいつから Wi-Fi 飛ばして接続したら早いのかなと思って、今ね、このモバイルホットスポット設定をしてみたんですけど、その結果、めっちゃこっち早くなった。びっくりするぐらい。この有線からのこのホットスポットすごいね。素晴らしいわ。外出てきて、今からベンタイン市場向かいます。徒歩6分ぐらいで Google マップ出てますが、とりあえず何より暑いな。ちょうどあの向こうの通り左ぐらい。はい、道中ちょっとドリンク買うためにサークル系に寄ってみましたが、イートインもちゃんとあるんだね、スペースとして。で、結構これ美味しそうだな。ちょっと目的とは違うけど、とりあえず同行の方が今お水を買ってます。レジ横、結構フライパンでなんか作ったりするんだ。こんなんあるんだね。ベンタイン市場やってきました。もうね、この一角がそれっぽいね。これ全部向こうまで、あぶね、向こうまで。そうだ、あれが入り口か。ベンタイン市場入ってきました。さっきね、一瞬なんか入ったんだけど、とりあえず匂いが無理だったんで一旦出て大通りから入ってきました。いろいろ売ってるね。すげえ、生の肉と魚、冷蔵庫もなしにさばいてる。フルーツ系、食べ物系の通りか。この辺本当に匂いきついわ。ちょっとつらい。こっち反対側はね、結構フルーツじゃなくてお土産物が多いですね。さあ、パチモン街入ってきましたよ。この辺でなんか、お土産揃えたいと思います。はい、タイとあまり変わりなくて、真新しさがないね。ほぼ一緒。とりあえず目ぼしいものがなかったので、で、近くにある高島屋の隣の、サイゴントレーディングセンターに移動します。はい、ベンタイン市場から出てきて、まっすぐ行くとそのサイゴントレーディングセンター、ショッピングセンター、そんなところに、この突き当たりがそんな感じ。今高島屋の近くのミニストップに入ってみました。わさびのグルテンフリーってどういうこと。ちょっとこの辺こじんまりしてるね。
さっきのサークル系よりはだいぶ店舗としては小さいね。風すごいな。とりあえずね、ここ高島屋の隣にあるサイゴンセンターに到着しました。ここがなんかお土産とか安いらしい。なんかこの青いフェンスの向こうはずっとこれ左右に繋がってるんだけど、地下鉄を作ってくるらしい。今ね、住友三井の共同でベトナムに協力して作ってるみたいですね。ちゃんと日本とベトナムと両方国旗が掲げてあります。ちょっと買い物で歩き疲れたのでカフェで小休止。抹茶とか緑茶とか結構意識高い系のお店ですね。よく冷えとるけど氷入れるんだね。泡が全然ないわ。はい、お疲れ様。なんかね、高島屋ずっと歩き回って調べてたんだけど、全然お土産屋っぽいのがないので、最後のトレードセンター調べたらこっからね 1.4 キロあるね。全然隣じゃなかった。ちょっとビール飲んだらタクシーで移動したいと思います。さあ、そろそろお昼なので5階に上がってきてフードコートで食事をしたいと思います。いきなり和食の北海道の幸のがないね。北海道幸、大戸屋、大江戸、大戸屋じゃねえんだ、大江戸。結構和食多いな。くばら、あそこは何の店だ。銀座、クロソン、よくわかんないな。何食べよう。ここ茅野屋のベースなんだね。茅野屋だったら美味しそうだけど、今日はそういう気分じゃないな。ここは銀座クロソンと、なんだ、すき焼き屋さんか。ぐるっと一回りして、なんかネットで書いてあったこのペッパーランチ、ステーキハウスか、ここ。あ、王将があった。大阪の、大阪王将にする。じゃあ大阪王将に決めたいと思います。このコンビ2頼んでみます。すげえ、セット頼んだらコーラ2つついてきた。大阪王将ベトナム版。王将ってこんなにラーメン小さかったっけ。コンボだから。これね、味めっちゃ薄くてはっきりしない味。味噌なのか醤油なのか分かんない。めっちゃ餃子にキムチ乗ってるわ。コンボセットのチャーハン、これタコかな、これタコとエビが乗ってます。食事終わって高島屋出てきました。あんまり大阪王将口に合わなかったね。とりあえず今からちょっと離れた最後のトレードセンターに移動します。さあ、タクシー乗車しました。ちょっと遠いんでね、タクシーで移動します。はい、サイゴントレードセンター到着しました。すげえでかいな、ここ。さあ、中入ってきました。ここの2階3階だったっけな。なんか入り口違うようで、こっちは会社しか入ってないね。今入ってたビルはこっちなんですけど、なんとなくこっちのビルがそうなのか。グリーンパワーって書いてあるよ。とりあえず行き先が何ともはっきりしないので、セブンイレブン入ってきました。変わった、食料品がいっぱいあるね。さすがベトナム。はい、なんか全く違う場所に来てたみたいで、今から歩いて行きたいと思います。セブンイレブンのお姉さんに教えてもらった。こっちの通りにある木はいちいちでかいな。これ相当成長が早いのかな。結構大きな小児病院がありますね。お姉さんに教えてもらった地図通りに来たらめっちゃホテルの方戻ってきてる。すげえ無駄なタクシー乗ったな。本当にホテルの前戻ってきた。ここホテルね。でこの先まっすぐ行くと今から目指すところがある。完全に今日半日無駄足だな。どうやらここが目指してた場所らしいけど何もなくなってる。新しい国で、これやめようちもし結婚の決定という良さがあるんや。そしたら今来たらなかった。ということでこの辺ちょっとブラブラしてみたいと思います。とりあえず何もないので、なんかこの辺で一番有名な普通のフットマッサージのお店は目の前にあったので、ここ入ってみたいと思います。残念ながら
ちょっと2人は入れなかったので別のとこに移動したいと思います。今日はいろいろついてないな。こんな暑いのにベトナムでも肉まんが売ってます。今マッサージ、フットマッサージね、やってきたとこなんですけど、またね、なんか僕らがマッサージやってる間にスコール来たみたい。めっちゃ水溜まってるもんね、これ。とりあえず一度ホテルに帰りたいと思います。現地のカメラショップ、あんまり新しいの置いてなさそうだな。はい、今ホテルから出てきたんですけど、ここまさか、ここね、さっきあの地下鉄の工事やってるところ、こんな裏路地通れるとは思ってなかったね。まあ何回も前通ってたのに。相変わらずバイクの台数すごいな。これを渡るのが結構怖い。ネットで探してきたけど、すげえとこ入ってきたな。どここれ、何階？5階。あ、昼間あんだけ歩いて5階まで階段は辛いものがある。はい、なんか提灯出たぞ。お店着いた。しんどい。はい、お疲れさんです。とりあえずここのお店の名前がマウンテンリトリート。英語がほとんど書いてなくて、あ、でもちゃんと書いてあるか、英語。写真が多いメニュー。ここの店は結構上から景色が眺めることができる場所なので、さっき言ってたね、地下鉄の工事もしっかり見えますね。まだ今5時回ったとこですけど、しっかりまだ働いてるね、みんな。結構この東南アジアだともう5時回ると仕事してないかなと思ったら、そんなことなかったね。マジで現地のレストラン、ゴーヤ炒めと春巻き、あと頼んでないけどなんかライス来たよ。ゴーヤじゃないっぽい、何か分かんないけど、サボテン説がある。春巻きいただきます。なんかいっぱい来たな。うん、ゴーヤ来たじゃん。じゃあこれ何？ゴーヤない。こっちゴーヤ来たけど、頼んでないのがいっぱい来るけど、どっかと間違えてないか。春巻きめっちゃゴーヤ入ってる。ゴーヤじゃないわ、白紙入ってる。でもまあ食べれないほどではない。これで頼んだ品物全部、まあ、食べれるものも食べれないものもあるけど、結構こっち来てからは美味しい方なんです。このライス曖昧で臭いかと思ったら結構食べれるね。味のしないチャーハン、まあ、おかずと一緒にご飯食べる感じで食べれる、ね、この小エビ美味しいな。つまみにちょうどいい。このチャーハンとこっちの小エビを混ぜたら最高にうまい。さあ食事終わって、今から昼に行ったね、ベンタイン市場のナイトマーケットに行っていきたいと思います。だいぶ昼とは様相が違うらしい。はい、今食事したところから、これまっすぐね、地下鉄沿いに歩いていくと昼間に行ったベンタイン市場に到着します。ベンタイン市場到着。夜は多少ライトアップされてて綺麗だね。中入ってどんな感じなのか。さあそろそろナイトマーケット、店がだいぶ並んできたね。それではいろいろ見ていきたいと思います。7時回ったから来たけど、まだ準備中だね。ちょっとこの準備中は危ないな。はい、車線関係なしにいろんな車が走ってる。危ねえな。はい、ナイトマーケット、母ちゃん用の服買ってお土産とりあえず。ナイトマーケットあんまりめぼしいものないね。タイのがいっぱいあったな。とりあえず、まあ、今日はこれでホテルに戻ります。ホテル帰る前にちょっと本当に今日いい加減歩き疲れたんで、バーに寄ってちょっと休憩。こんな感じのバーです。すげえ、ハイボールにストローがついてきた。部屋に戻ってきました。とりあえずね、母ちゃんへのお土産と、これ僕がね、ずっと海外で今のところ困ってて、いつか買おうかな、でも目の前にするとやっぱやめようかなと思って結局買わなかった。これね、マネークリップ、今回これをね自分用に買ってきました。結構安かったね。
あとは母ちゃんのお土産の服ぐらいを今回ナイトマーケットで購入してきました。ちなみにね、今ね帰ってきてからグルドンで質問した、グルドンじゃないや、ディスコードか、ディスコードで質問したんですけど、今撮ってる LX100 ね、多分ね、あの編集で頑張って消してはいるんですけど、かなりフリッカーが出てるんですね。多分こっちがね 50Hz なのかな、関東と同じになってくるのかな。なので今ねこれ6シャッタースピード60でずっと撮ってて、まあ、名古屋で撮ってる時はねそれで問題なかったんですけど、かなりフリッカー出るんで、50の設定がね分かんなかったんで、今回ちょっと質問でね、グルドンミンのお塚さんに教えていただいて、今とりあえずシャッタースピード50に変更することができました。これでね明日からねかなりフリッカーは減ると思います。今はもう多分ねこれ液晶で見ている限りでは出てないので問題ないと思います。それではね今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。